こんにちは、タトルフィットネスへようこそ。今日は腸腰筋が硬いとなぜ痩せにくいのか、そしてそれを伸ばすことでなぜ痩せやすくなるのかについて解説します。腸腰筋は私たちの日常生活の中でとても重要な役割を果たしているんですけども、日常生活の姿勢やデスクワーク、運動不足によって硬くなりがちなんです。実はこの腸腰筋の硬さが意外なほどに体重に影響を及ぼしているのをご存知でしたか？今回はその理由を解説して、さらに初心者でも簡単にストレッチすることができる腸腰筋を伸ばす運動メニューを紹介します。今回の動画を見て一緒に行えば、あなたも腸腰筋を正しくケアできて、より健康的でスリムな体型を作れるでしょう。まずは簡単なチェックをしていきましょう。スマホは下に置いてやっていきましょう。まずは足を持ち上げてみてください。水平よりも高く持ち上げることができれば正常です。あまり足が上がらない、股関節が突っかかる、痛い、そういった場合は硬くなっている傾向があります。今回の運動一緒にやっていきましょう。まずは気をつけした状態から足を一歩前に出しましょう。この状態で前の膝を曲げて後ろの腸腰筋伸ばしていきます。もし前もも辛くなってきたら少し膝を戻して結構です。これを10回いきます。スタート。1 2 3 4、股関節のあたりが伸びている感じがすればバッチリ。6 7 8 9 10、反対もいきましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、 OK です。次に気をつけから後ろに足を伸ばしたら素早くももを上げます。腸腰筋というのは伸ばされると反発で足が前に出ます。歩くときに足が重たい人、そういった方は足を後ろに伸ばしてない、ももを上げるだけを意識している傾向があります。しっかり後ろに蹴ったものが前に出る、こういった習慣をつけることで活動量が上がります。後ろに伸ばしたらももを上げる。バランス取れない場合は何か持ってやってください。10回いきましょう。気をつけからスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、反対もいきましょう。スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、 OK です。次に足を後ろに蹴っていきます。蹴った足は自然と前に戻します。これを10回いきましょう。左右で1回、いきますよ。スタート。1 2、しっかり蹴って、4 5 6 7 8 9 10、 OK です。それではスマホ持って寝ましょう。膝を折り曲げて肘をついてキープしましょう。10秒。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、はい、反対もいきましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、 OK。 ラストは両足ですよ。ちょっと頑張って。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、 OK。 今回の運動を毎日続けることで代謝、姿勢、
運動能力、血流への影響が上がります。綺麗で健康的でスリムになりたい人、一緒に頑張りましょう。やってみる人はコメントで続けてみるよって教えて。